はい、こんにちは。レクセン人講師の矢島です。本日はですね、司法試験の神経後対策講座のご案内になります。司法試験の平成30年度の試験なんですけれども、憲法と刑法がですね、結構出題 の、 形式がね、変わりまして、まあ、それにこう合わせたようなね、ちょっとこう問題をね、まあ、用意して、それで、まあ、新しい試験のね、傾向に合わせたちょっとこうね、訓練をしていきましょうというね、そういうコンセプトでですね、こちらの講座を作っておりますね。で、具体的にはですね、例えば憲法で、まあ、言いますと、平成18年度から平成29年度までの憲法の試験っていうのは、憲法訴訟の場面を設定してね、でそれで、まあ、原告の立場でまずその法令や処分が、まあ、一生懸命それ違憲だっていうふうに言っていって、でそれで、まあ、被告の反論をですね、今度まあ一言、まあ、違憲だという主張をこう出して、でそれで、まあ、そこで争点ができてね、原告の主張と被告の反論で争点ができて、でそれに対して自分がどう考えるかっていうようなことを答えさせる問題がずっと平成18年から29年まで出てたんですよ。ところが平成30年度は今度憲法訴訟っていう場面ではなくて、そのね、条例の立案段階ですね。だからまあ法令とか条例とかのそういう立案段階で、そこでまあどういうね、その憲法上の問題が生ずるのかっていうのを、まあ、法律家の立場でこうね、答えるようなそういう問題が出ていきました。ですので、まあ、今回神経後対策講座の方でそういうね、新しい平成30年度の形式にあったような憲法の問題、まあ、2つ用意してね、それでまあちょっとこうね、書き方なんかを訓練してもらおうとね、思って、そういうね、ものを作ってますね。まあ、テーマの方もですね、例えばその憲法の方ですと、まあ、わりかし司法試験の傾向を見てると、まあ、結構世の中でこう話題になっているようなことが出る時もまああるんですよ。で、今回まあ2つのまあテーマなんですけど、一つはこの憎悪的な言論、ですね、まあ、ヘイトスピーチなんていうふうによく言われるものが言われることがありますけど、そういうヘイトスピーチのまあ規制に関する問題を一つ用意しています。あともう一つは、まあ、最近各自治体でそのタバコに関するね、いろいろなその規制する条例を出してきてますけども、まあ、そういうタバコに関するまあ条例を一つテーマにしてね、それで、まあ、一つね、聞くような問題も用意してますね。まあ、というわけで、まあ、このね、新しい傾向に、まあ、あったような、まあ、憲法の問題2問、まあ、やっておけばね、まあ、それと、まあ、一応30年の問題なんかもね、一つやってもらえれば、まあ、結構こう新しいね、もし2019年度の試験、今度皆さんが受ける試験で同じような形式で出た時も、まあ、慌てずにね、済むかと思いますので、まあ、短い時間でね、うまい具合に、効率よくですね、新傾向に対策をしてもらえればね、いいかなと思ってますね。あとは刑法に関してはですね、従来の刑法 の、 司法試験の論文試験っていうのは、まあ、その長い問題文をこう読んでね、で論点をまあ抽出しまして、で論点を抽出した後は、そのまあ事前にね、インプットをしている段階で、この例えば論点、例えば不審政府作為犯に関してはこういう規範で書こうとかって形で、まあ、各論点に関して、まあ、受験生で大体事前に一つの見解決めておいて、であとはもうそれをもう規範出してね、あとは当てはめ勝負っていうところがあったんですけど、平成30年度の司法試験はですね、ちょっとこう設問の方でその回答の方向性がいろいろですね、事細かにまあ誘導されてまして、事前にこう何かこう決めた見解でだけで書けないようになってるんですよね。まあ、そういう意味で刑法理論のところ、今まではまあどっちかというと刑法理論のところを聞く問題ではなくて、まあ、なんか本当に事案の分析とその、ね、論点の抽出と当てはめ勝負っていうような問題が出てたんですけど、平成30年度からは、まあ、その刑法理論のところもちゃんと分かってるかどうかっていうような形でね、ちょっとこう設問の誘導に答えながら結構理論的なところをしっかりと考えていくような、まあ、問題になりましたので、まあ、それとまた形式が似たような問題2つね、こちらの神経後対策講座の方でまあ用意しておりますので、まあ、それでちょっとね、この刑法、新しいね、試験にあったような思考方法なんかをまあ磨いてもらえればと思うんですよね。あと、まあ、この神経後対策講座、まあ、大きく、憲法と刑法、まあ、その2問ずつね、司法試験の新しい、まあ、問題にこう似せたようなものを、まあ、用意して合計4問になってるんですけど、さらに平成30年度のですね、司法試験の、まあ、合格者で、まあ、A 答案をね、もらってる、まあ方のまあ再現答案なんかもまあ載せたりとかしてね、まあ、そんな感じでまあ一つのこうレジュメをね、作っております。あと授業中一応30年度のね、まあ本格的に回答の内容を説明するのはちょっとまた別の、矢島のね、この最新過去も山手講座とかでまた、別の講座でまあやるので、あまりこう深いところには入ってないんですけど、ただ、まあ、最低限ね、その30年度の司法試験がどういう傾向になってるかっていうお話もこちらの神経後対策講座の方で、やっておりますね。でもし皆さんの方でね、興味がありましたら、パンフレット、この司法試験のこの秋開講で、まあ、9月からね、ちょっと新しくこう配布したパンフレットですと、まあ、22ページのところに載ってますのでね、まあ、そんな感じで、興味がある方はこちらの方ですね、やってもらえればと思いますね。で一応割引制度、こう私に関係する講座、2018年度の私のね、こうやってる講座ですとか、あとはこう東連とかね、この、
なんかを取ってるような方は 30% オフになって、まあ、実際の1万円ちょっとぐらいでね、こう受講することが可能ですので、まあ、ぜひね、まあこちらの方を検討してもらえればと思いますね。まあ、短い時間でね、効率よく新しい試験の、まあ、対策をしてね、まあ、たった一度、1年に一度しかない試験ですからね、まあ、後悔しないようにね、まあ、うまく、対策をしていってもらえればと思いますね。まあ、そんな感じで今回ね、神経抗体作講座のご案内以上でした。